皆さんこんにちは、クールドッグのジョエルです。引っ越しましたよ。ほら引っ越したあのね、昨日一日で引っ越しましたよ。すごいでしょ。一日で引っ越したんですよ。まあ荷物がないからっていうのありますけどね一日で引っ越しました。全部一人で、僕一人でですよ。レンタカー借りてハイエースで一日で引っ越しました。もうどこか場所は言いませんちょっとカーテンがね、ちょっとこう幅が足りなくてちょっと隙間が空いてますが、まあまだ昨日引っ越したばかりだからちょっとね、まだなんかいろいろなんかやんなきゃいけないこといっぱいあるんですけど、でも昨日1日で引っ越しましたよ。すごいでしょ。1日で全部できました。ワルシャワから一昨日帰ったんですよ。一昨日ワルシャワから夜帰ってきて犬を2頭連れて帰ってきたんですけど、それで犬1頭は迎えに来られてたんですね、羽田に。それで、まあ、そこでお渡しして、もう1頭は関西の方に送らなきゃいけなくて、羽田のペットホテルに泊めて、でだから次の日に僕は朝起きて、まあ何にもやってないんですよ、何にもやってない状態からバーってこう引っ越しの準備を始めて、朝9時にレンタカー借りてきて、そのなんかいろいろこうやってたのを、やってたというかまあ準備してたのをどん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 詰めていって、ね、その車にでここに運んできたんですよ。すごいでしょ。この机とかこれ全部自分でやったんですよ。これ一人でやったんですよ。すごいでしょっていうか、なんか部屋がこうなんか細長い感じに見え映ってますよね。全然細長くないですよ、この部屋。すごい広い。もう前の部屋に比べたらね、前の部屋に比べたらすごい広いです。こっちにも部屋ありますよだって前の部屋もうベッドが横にありましたからね。これベッド横にないですよ。ほらちゃんと何、オートロックのモニターもついてます。そしてモニターピンポンって押したら録画されますからね。突然来ちゃダメですよ。もうピンポンって押したら録画されますよそれとね、マンションに入るところのなんかほら、モニターにも映るし、玄関の前に来てもモニターに映りますからね。2回映りますよ。まあ引っ越したっていうご報告なんですけども、それとまあ、久しぶりにこうやって撮ってんのに、なんかいきなりまた久しぶりなのにそんな話なのかみたいに思われるかもしれませんが、ちょっとネガティブな話、ターキッシュエアラインズなんですけども、ターキッシュエアラインズってご存知ですか。航空会社あるわけですよ、ターキッシュエアラインズ、トルコ航空なんですけども、もう、まあ、ターキッシュエアラインズって呼ばれることの方が多いんですね。それで最近ね、ターキッシュエアラインズでヨーロッパ行くんですけども、それはターキッシュエアラインズが犬を運べるからです。それと安いからです、ターキッシュエアラインズが。だから今もう、だからもう、まあ何回か話しましたが、コロナウイルスでもう、だからフライトの数が少なくなって、あと料金も高くなってるわけですよ。それプラス、そのウクライナを攻撃してんじゃないですか、プーチンが。それでまたフライトがもうバラバラ、なんかすごい少なくなったり、いろんななんかね、もうさまざまな変なことが起きてるわけですよ。それプラス、まあ、料金が高くなってるわけですよ、フライトの。で、すっごい円安なんですよ。もうこれがまたものすごく困るんですよね。アメリカドルで支払わなきゃいけないから。それで犬だけ、人間が犬を運ぶ場合でも犬の料金ってアメリカドルで払わなきゃいけないんですよ。だからすごい高いんですよね、それが。それとあと何、石油価格が上昇している。だから燃料費が高いわけですよ、飛行機の。だから燃料費を別に払わなきゃいけないから、オイルサーチャージを。だから結局またもう料金高いでしょ。だからね、ものすごい高いんですよ、なんか何から何まで全部。それでまあ高いから安い航空会社選ばなきゃいけないんですけど、ターキッシュエアラインズでだから最近多いんですけども、行くことが。でイスタンブール経由で行くんですよ、ヨーロッパに。ターキッシュエアラインズってもう様々な問題が起きるんですよ。で
もうなんていうかな、もうね、もう全てがこうなんていうか、もうずっと何かにぶつかりながら進んでいかなきゃいけないような感じなんですよ、ターキッシュエアラインズって。ね、もう思い出せないぐらいあるから、ターキッシュエアラインズのその様々なおかしな部分っていうのが、あのですね、ほら犬ね、もうちょっとしたらね、またね別の国に行くんですよ。で今日はね、いつだっけ、2022年の5月、いつだっけ、5月16です、今日は5月16、だから14に帰ってきて15に引っ越して、今日16ですよ、5月16 2022年。もうちょっとしたらね、また別のヨーロッパの国に行くんですね。それでね、そこね、あのね、3頭連れて帰らなきゃいけなかったんですよ、最初、本当は。それでね、タキュシュエラインズに電話して、もうね、間違いが多いから、タキュシュエラインズって、もう分かってるから、僕は。だから、話しながらですよ、オペレーターと電話で話しながらですよ、話しながら、あのね、こう犬のね、犬のというか、自分のフライトを予約してたんですよ、ウェブ上で、ウェブサイト上で。なんでかっていうとね、予約した後に犬の予約しなきゃいけないんです、電話でしなきゃいけないんですけど、だからフライトの予約と犬の予約って別々にやんなきゃいけないんですけど、そのほらフライトの予約をした後に電話をかけると、まあ、5分か10分ぐらい、もうたった5分か10分だけど、ほらタイムラグがあるじゃないですか、ウェブ上で予約した後に犬の予約するから、その5分か10分の間にね、他の人が犬を予約しましたとか言われると困るじゃないですか、まあ、そんなことはもうほぼないんですけど、もう 99.9% ないんですけど、そういうことを言いそうだから、タケシュアランズってそういうことを言う会社なんですよ。だから僕はね、話しながら、オペレーターと話しながら、話しながらウェブ上でこう予約しながら、今このフライトを予約しようとしていますと、じゃあ、 あなたが OK って言ったらボタンを押すから、もうすぐ予約のボタンを押すからって言ったんですよ。だって予約のボタンを先に押してしまうと、あの犬はもう、犬はあの引き受け、お引き受けできません、他の人が予約したからとか言われたら困るでしょ。だから他の人が予約しないように、今喋りながら予約ボタンを押そうとしたわけですよ。本当はそんなことないんですよ、5分か10分遅れたぐらいじゃ他の人が予約したなんてことはありえないんです、そんなことないけど、用心のためにそうしたわけですよ。そしたらね、話しながらやってるんですよ、電話でオペレーターと。それで、3頭犬を連れて帰りたいんですけど、はい、分かりました、大丈夫です、大丈夫ですって言ってるんですよ、オペレーターが。大丈夫ですね、大丈夫です、3頭ですよ、大丈夫ですか、もうくどくど言ってるわけですよ、僕は。で、大丈夫です、すいません、何回もくどく言って、じゃあ僕は今からフライトを予約しますよって言ってるんですよ、今言いながら言ってるんですよ、言いながら言ってるんですよ、ってか言いながらやってるんですよ。それで大丈夫ですってオペレーターが言うから、予約ボタンを押しました。はい、予約されましたね、飛行機が、フライトが予約されました、予約されました、はい、今フライト予約されました、じゃあ犬の予約をお願いします、3頭犬を連れて帰りたいんです、わかりましたってオペレーターが言って、カチャ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 ってなんかやってるわけですよ。もうすげえ長いんですよ、いちいち10分以上待って、でなんかね、なんかできなくなりましたとか言うわけですよ。できなくなりましたって何？いや3頭はちょっとできないです。いやできないですじゃなくて、今できるって言ったじゃん。今できるって確認して僕は今予約したんですよ。うん、そうですけどできませんとか言うわけ。いやできませんじゃないんだよ。っていうかね、みんな日本語片言なんですよ。大体外国人なんです、全員が。で片言の日本語なんですよ。でできませんって言うわけですよ。何の音なんだよ。メールが届きました。できませんって言うわけですよ。で、いや、できませんっていうか、今、だから、こうならないように、あなたに確認しながら僕は飛行機予約したでしょって言うんですけど、ああ、すいません、できませんって言うわけですよ。で、いや、できませんじゃないよ。じゃあ、どうするんだよって言うでしょ。そしたらね、フィードバックを書いてくださいってすぐ言うわけですよ。フィードバックをお願いしますとか言うわけですよ。
フィードバックってね、メールで問い合わせろってことなんですよ。なんかね、問い合わせフォームがあるんですよ。そのターキッシュエアラインズのホームページに、そこにフィードバックって書いてあるところがあるんですよ。そのフィードバックってボタンを押すと、そこからね、名前とかね、自分のフライトのね、番号とか書いて、これこれこういうことでこういう問題が起きてますっていうことをね、だからメールで問い合わせろっていうわけですよ。問い合わせフォームから問い合わせろって言ってるわけですよ。そしたら後でメールで返信がありますとか言うわけですよ。いや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 、今言いながらやってんのにもうできませんっていうわけですよ。どう思いますか。それを、そして、なんか文句があんなら、フィードバックで問い、だから問い合わせフォームから問い合わせてくださいっていうわけですよ。いや、ちょっと待って、じゃあちょっとフライトを変えるからって言うでしょ。じゃあフライトを変えるためには2万6000円の変更手数料が必要ですとか言うわけです。いやいや、あなたが今大丈夫って言ったから予約したんですよ。それをなんで変更するのに2万6000払わなきゃいけないんですか。じゃあそれが不満だったらフィードバック書いてください。むちゃくちゃ、むちゃくちゃですよね。そういうことがね、しょっちゅうあるわけですよ。そしてね、だから自分の名前と、なんかほらフライトの番号言うでしょ。そしてそれで犬を予約したんですけど調べてくださいって言ったらね、カチャ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 、もうカチャカチャのそのキーボードを叩く音だけ10分も20分とかかかるんですよ。20分かかるんですよ、調べるためだけに。もう日本の航空会社、あるいは日本の航空会社じゃなくても普通の航空会社だったら、まあ1分かからないですよ。まあかかっても5分はかからないですね。おかしいでしょ。それで僕の名前を言ったらね、分かるはずじゃないですか、そのフライトとか。そんなのにね、名前言ってフライトが分かんないですよ。フライトの番号を教えてくださいってすぐ言うわけですよ。じゃあフライトの番号が分からない人たちはどうすんのってなるんじゃないですか。もうフライトの番号もね、最初予約した時にそのウェブサイト上に出てくるだけで、その後は一切メールにも書かれてないし、何にも書かれてないんですよ、そのフライトの番号は。だからもう分かんないんですよ、その時見てないと。その時自分メモしてないと。最初にウェブ上で予約した時にフライトの番号出てきます。それをね、ちゃんとメモしとかないと分かんないんですよ。メールでフライトが予約されましたっていうメールが来るんですけど、そこにフライトの番号書かれてないんですから。めちゃくちゃでしょ。でフライトの番号が書かれてないから問い合わせてね、次に問い合わせて僕の名前言うじゃないですか。言っても分かんないんですよ。フライトの番号教えてくださいって言われるんですよ。いやフライトの番号も分かんないんですけどって言うと、じゃあフィードバックを書いてすぐまたフィードバックって言うわけですよ。もうめちゃくちゃなんですから、本当に。それで、あのね、忘れた、なんかいっぱいあったんだけど、そういうことが。とにかく、でね、そのフィードバック書くでしょ、書いてね、送信ボタン押すじゃないですか。送信ボタン押してもね、送信されないんですよ。だからフィードバックさえ送れないんですよ。で、電話するでしょ。で、電話してね、フィードバックのボタン押して、送信ボタン押してんだけど、送信できないんですけどって言うと、いやー、じゃあできるまでやってくださいとかしか言わないんですよ。わからないですこちらではとか言うんですよ。で全部英語で書かなきゃいけないんですよ、そのフィードバック。それプラスでね、できないって言うと、今度はなんか本社のなんとかかんとかにね、そのカスタマーサービスみたいなところにつないでくれるんですけど、全部英語で話さなきゃいけないんですよ。で英語で話すでしょ。英語で話すと今度はね、フィードバックを書いてくださいって言うんです、そいつも。いや、だからフィードバック送れないんですよって言うと、じゃあね、アプリケーションから送ってくださいってことですよ。だからスマートフォン、あ、違った、すみません、誰か来たかと思った。スマートフォンの何、アプリケーションから今度は書かなきゃいけないんですよ、こう英語で。めんどくせえ。そしてあのね、ターキッシュエアラインズの飛行機に乗るでしょ。そしたらね、トイレに入るじゃないですか。トイレに入ってね、食事の後とかね、歯を磨くんですけど、僕は。そしたらね、普通のエアラインだとなんかほら、あったかいお湯でうがいしたいんじゃないですか。冷たいと歯にしみるじゃないですか。だからお湯にやって、しかもね、 ANA だとね、小さい紙コップがね、いっぱいついてるわけですよ。だからピッて引っ張ると取れるようになってて、その紙コップで、まあ、お湯でうがいするんですけども、紙コップもないし、タケシアラインズは温度調節できるんですけど壊れてる。それどころかね、昨日一昨日乗った飛行機は温度調節どころか水が出なかったんですから。トイレの水出ないんですよ。
そしてもうこう歯磨いた後だからもう口だから全部もう泡だらけというか歯磨き粉だらけの状態で、水が出ないからトイレ出てって「ちょっと水」って言ったら、ああなんか壊れてたそういえばみたいな感じで、ペットボトル、このぐらいのペットボトル、その丸ごと僕もらいましたからね。それでうがいして、むちゃくちゃでしょ。そしてあのね、ちょっとブランケット一つくださいって言うじゃないですか、 CA に。そしたらね、なんかキョロキョロしてね、シートをね探して、他の人のこのシートを探して空いてるところに置いてあったブランケットをパッて取ってくるんですから、なんかもうね、あのね、 Wi-Fi、 あのほら、ちゃんと飛行機出発しましたっていうことを、その犬を購入された方に伝えたいじゃないですか。だから Wi-Fi を、飛行機の中の Wi-Fi をだからつなげて、メッセンジャーとか LINE とかで伝えようとしたんですけども、つながらないんですよ、 Wi-Fi が。で、あの Wi-Fi を購入してください、本当は購入しなくてもいいんですよ、僕は。そのメンバーだから購入しなくてもいいんだけど、タケシアライズのメンバーだから購入しなくても使えるんですけど、それはつながらないんですよ、 Wi-Fi が。でつながらないから、じゃあ購入します、もういいから、その Wi-Fi を購入して使いますって言って、それもできないんですよ。もう何もできない、全部壊れてる。そして何か苦情があるとすぐフィードバック送ってください。それとだから2頭犬連れて帰ってきたでしょ。で出発する前に、これ2頭の犬は料金はいくらなんですかって聞くじゃないですか。そしたら390ドルですって、アメリカドル、 US ドルで390ドルですって言われたんですよ。390ドルだから、まあ今どんなに円安でも5万円ぐらいでは大丈夫じゃないですか。だから1頭5万円で10万円だなと思ってたわけですよ、2頭だから。そしたらね、なんかね、ポーランドズオッティかなんかで支払わされて、5148ズオッティかなんか支払ったんですよ。わかんないじゃないですか、5100ズオッティがいくらなのかなんて。で今さっきね、あのだからいくら支払ったんだろうと思って帰ってみたら、15万3000円ぐらい払ってるんですよ。なんで15万も払ってんの、390ドルって言ったじゃんって言って、また今カスタマーサービスに出ましたんですよ、タキシアライズの。で、あれいくらだったんですかって言ったら、590ドル、いや390ドルですって言うわけですよ。 US ドルで390ドルですって今も言ったんですよ、カスタマーサービスで。で、俺15万円払ってんだけどって言ったら、フィードバック変えてください。もうタキシアライズ乗りたくねー。でもね、他の航空会社ね、フライトのその何ですか、航空運賃が50万円とか70万円とかになってるんですよ。バカバカしいでしょ。安い時でも30何万円とか50万とかになってるんですよ。そう、犬が運べる航空会社だから、ルフトハンザとか、あと KLM とか36万円とか、36万円ってバカバカしい金額ですよね。だから、タケシアライズ、タケシアライズ普段ね、12、3万円ぐらいで行けるんですけど、ヨーロッパまで。そう、20万円ぐらいになってるんです、タケシアライズでさえですよ。だからね、すっごい高いですよ、航空運賃が。だからそれでもそのほら、まあ追加料金はね、あんまりそのほら、犬を飼う人に追加料金が出ましたって言いたくないから、だから追加料金なしでやってますけど、そのね、ちょっとね、もう何もかも高いし、高いだけじゃなくてもうなんかもうむちゃくちゃだし、なんで海外ってこんなもういい加減なんですかね。ちょっともういい加減すぎて、すっごいもうちょっとね、もう本当に困りますね。なんか USB を差し込む部分とか全部壊れてるし、その空港の中の充電したいじゃないですか、だから携帯電話とかで充電す、全部壊れてるんですけど、 USB 差し込むところ。あとそのタケシアラインズの、その飛行機の中で USB で充電、携帯電話充電しないじゃないですか、充電したいから充電しようとすると、なんか低速充電とかになって、
まあ、あのね、その充電完了まで20時間とか出てくるわけですよ。フライトの時間よりの2倍ぐらいの時間出てきますからね。それプラスずっと見てるけど全然増えないんですよ。 1% も増えずに減っていくんですよね、充電してるのに。そして着いたら、なんか着いたらって、だから日本に到着したら、そのなんかアプリケーションのなんかね、そのほら厚生労働省のアプリケーションをインストールしてないとダメとかね、そのアプリケーションによってどうのこうのするわけですよ。あとなんかあの何、そのほら待機期間のその確認とかなんとか、そのつまりスマートフォンが絶対必要なわけですよ。それなのにあのスマートフォンが使えなくなるわけですよ。充電がどんどんなくなっていくから、そういうどんどん充電がなくなっていって使えないんじゃないだろうかっていう、そのなんかストレスが発生したりとかするんですよね。もう嫌だ本当に。もうまだ他にもたくさんあるんですけど忘れました、忘れました。ただもうとにかくね、なんかね、あのなんかあのなんていうの、なんか駄菓子屋かなんか経営してるみたいな感じでやってますよ、あの会社。なんか駄菓子屋のおばちゃんかなんかがやってる、あそこ卓球してないんですよ。だからあのね、もうあんまりおすすめできない、ほとんど、まあ、あんまりというか、まあ、ほぼおすすめできないんですけど、だから本当はね、だからスターアライアンスの航空会社で行くんだったら、まあ、全日空か、だから ANA が一番いいですよ。 ANA か、あとはまあルフトハンザ、もうどっちかじゃないと、もうね、もう本当にいい加減ですから、もう適当な感じで、もうなんで今度は適当に何でもかんでもやるんだろうか、本当に。客なのか何なのか分かんないし、もう客もスタッフも全部同じなんですよね。サービスとかも全く、もうなんであんななんだろうか、本当に。あ、そこにあるから取っといてみたいな感じ。お客さんが何か言っても、あ、そこにあるから取っといてね、自分でみたいな感じですよ。本当にもう逆に怒られたりとかするところある時もありますしね、なんかね、客の方が何やってんのあんたみたいな。とにかくあのね、格安航空券の会社とか、あるいはそのほら何、なんかあの海外の航空会社っていうのはもう本当ね、もうね、もう日本人からしたらね、もう信じられないですよ。でみんな怒りたくなるからやめた方がいいと思いますよ。もう日本の航空会社で行った方がいいですよ、海外行くときは本当に。だから ANA、 僕はもう ANA で行きますけどね。ただ ANA で行っても絶対に乗り換えるから、で乗り換えるときはもう 100% ANA ということはありえないわけですよ。 ANA はダイレクトに行くとこだけだから、フランクフルトとか、あるいはどこがある、あとなんかもう思いつかないですね、フランクフルトしか。まあドイツはだからミュンヘンとかデュッセルドルフとか行きますけど、直接行きますけど、どっか直接行ってるとこあったっけ。とにかくそのほら直接行くとこっていうのはだから人気の路線ですよ今はね。だからもうほとんどないですよ。ブリュッセルとか行くのかな、あとパリとか、あとだからマドリードとかは行くのかもしれませんが、今はだからコロナウイルスでもう全然そういうのもないから、だから必ずドイツに、だからフランクフルトかデュッセルドルフかミュンヘンに行って、そこから乗り換えるんですけども、そこ乗り換えるときはもう絶対それはもう ANA ではないから、もうほぼフランクフルトじゃない、ルフトハンザかなんか他の航空会社ですよ、ポーランド航空とか。もういきなりクオリティが下がりますからね、もう全然本当に、もう駄菓子屋のおばちゃんが急になんか乗ってきてなんかやってるみたいな感じになりますよ、本当に。近所の子供相手に仕事してるみたいな、本当に、はい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 みたいな。よし、じゃあもう忘れたから、タキュシアラインズのなんか不愉快な出来事、もうね、なんか問題が起きて、問題だらけなんですよ、次から次へと。で、フィードバックってすぐ言うんですよ。だから、問い合わせフォームから問い合わせてくださいって。で、問い合わせフォームも送信ボタンを押しても、送信ボタンを押せないです。95% ぐらいは。つまり、フィードバックさえできないんですよ。むちゃくちゃ、本当にもうむちゃくちゃ、マジで。それでは皆さん、あのね、だイスタンブールは黒海にありますから、もう目の前というか地図上でですよ。地図上ではその黒海を挟んでもう向こう岸は
だからウクライナなわけですよ。ちょっと右側向けばもうロシアなんですよ。だからで黒海だからロシアの軍艦がいっぱいいるわけですから、すごい窓から見てたんですけど、こうやってだって黒海をずっと飛んでいくわけですから、ずっと見てるのに全然見えませんでしたロシアの軍艦とか、あとなんかそのほら、あの何、ウクライナの方でなんか爆発とかなんとかあるんじゃないかと思ってずっと見てたんですけど全然見えませんでした。まあかなり距離は離れてますからね。ああまあそりゃそうですね。そんな戦争がなんか目視できるような距離のところには旅客機は近づかないですよね。それで皆さん、これどうなってんだろう。なんかね、そこにねモニターね、そっちに置いてるんですよ今ね。でもちょっとね確認してるけどあんま見えないんですよね。だから多分向こうばっかり僕見てると思うんですよ。それは自分の映ってる姿を見てます。いやなんか髪の毛とかね、そのほらちゃんと起きたばっかりだからちゃんと普通に見せていいような頭になってんのかなとか思うけど見えないんですよね。距離があるから、ほら距離が広いから部屋がそれでは皆さん、失礼いたします。よいしょ